パクリいましたよ。パクられてもいいでしょう。パクられた時はもっとすごい作品が作れるチャンスですし、二番戦時はずっと一番になれませんし、偽物が現れて初めて自分が本物になれますから。でもそれを放置しすぎて、ファンの皆様が嫌な気持ちになるのは申し訳ないので、あまりにひどい方には相応の措置を取らせていただきます。 あと、別の人が書いてもバレなさそうっていうコメントが多いですね。皆さんお気づきのことと思いますが、ブランドビジネスの根幹は技術や模倣の精度ではなく、誰がいつ作ったのか公式であることの事実にございます。バレるバレないではなく、確実にバレるようにしていなくてはなりません。作品とビジネスを守るために画家がしなくてはならない大切な仕事。それは記録とホームです。ありがとう